バニャ、どうも、トロです。いやー、皆さん、昨日の任天堂ダイレクト見ましたか？まさかまさかの発表。ディズニーの音楽ゲーム、ミュージックパレードの移植版が発表されましたね。本作は元々はソシャゲで、現在は残念ながらサービス終了しており、遊ぶことができなくなっていましたが、この度、任天堂スイッチで復活するようです。こうやってソシャゲがパッケージで一生残るのは嬉しい限りですね。ということで今回は任天堂スイッチ向けに発売予定のミュージックパレードアンコールの情報を一緒に見ていきましょう。はい、まずはどんな作品なのか概要を説明していきます。ミュージックパレードとは、もともとはスマートフォン向けのゲームでした。ディズニーの音楽とともにイルミネーションのような 3D 空間で再現されたディズニー作品の名場面を駆け巡り、まるでライドアトラクションに乗っているような感覚で楽しめる音楽ゲームです。リズムに合わせて画面をタップするだけの簡単操作で演奏を楽しむことができました。2021年1月22日から2023年1月10日までタイトーがスマートフォン向けにサービス提供していました。残念ながらサービス終了を迎えてしまったミュージックパレードを任天堂スイッチ向けに調整したいわゆる移植作品が本作ミュージックパレードアンコールとなります。公式サイトを見たところ、今のところ他の機種やスマートフォンへの展開はなさそうです。販売元はタイトーさんや親会社のスクエニではなくて、メタロットとか昨日の任大でも発表されていたフィットボクシングなどを手掛けるイマジニア株式会社からリリースされます。発売日は2024年11月21日、あと2ヶ月ほどで発売ですね。価格は6578円となります。お次は収録楽曲。本作は音ゲーなので、これがめちゃくちゃ重要ですね。ソシャゲ版では、もともと全101曲収録でしたが、本作は全60曲となります。スマホ版では未収録だった最新映画ウィッシュの楽曲も含まれるそうです。で、現在トレーラーや公式サイト、イマジニア株式会社さんのリリースノートから確認できる楽曲はご覧の通りですね。まあ、新旧様々な作品から、楽曲が配信されるようです。リメンバーミーのうんぽころことか、ラプンツェルの輝く未来、アナと雪の女王のレッドイットゴーだけでなく、続編のインドゥージアンノウンなども収録されているようです。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。映画で使用された原曲もあれば、カバーアレンジされた楽曲もたくさん含みますので、その点は注意が必要です。とはいえカバーソングもめちゃくちゃクオリティが高く、テンション上がること間違いなしの楽曲になっておりますので、まあ、すぐ馴染むんじゃないかなと思います。最後にシステム関連も簡単に説明しておきましょう。まず楽曲の解放方法は、ステージを進めることで入手できるミュージックキーを使うと好きな楽曲を選んで解放することができます。なので皆さんの好きな作品からどんどんね、遊ぶことができるのかなと思います。そしてプレイ人数、基本は一人プレイなんですけど、ローカルマルチプレイなら最大4人まで可能とのこと。公式サイトとか色々チェックしたんですけど、オンラインマルチはおそらく非対応っぽいのが少し残念ですね。今の時代オンラインマルチないのはちょっと痛いなぁと思いますので、これはちょっと実装してほしいですね。はい。で、プレイヤーごとに難易度を選べますので、お子様から上級者まで幅広い方が楽しめるそうです。操作はノーツに合わせてジョイコンのボタンを押すことで簡単に楽曲を奏でることができるみたいです。またボタンなしでジョイコンを振るだけのフリフリモードも搭載されていますので、リズムゲーム初心者や小さなお子様も安心して楽しめそうですね。あとスマホ版では主にスコアを上げるための要素だったミュージックライドやメモリークリスタル、これが本作ではコレクション要素として登場します。おそらく演奏のスコアには影響せず、その名の通りコレクション目的になるかなと思います。はい、まあそんな感じですね。詳しくはトレーラーや公式サイトをチェックしてみてください。ウィンターホリデーシーズンの前に発売しますので、クリスマスや冬休みに友達や家族と集まって遊ぶのも楽しそうですよね。いや、それにしても最近はディズニーゲームが豊作になってきましたよね。いや、そろそろディズニーのパーティーゲームが欲しいなぁ。配信しながらみんなと遊んだりしたいですよね。昔 Wii にあったディズニークイズとかね、ああいう感じのゲームもあると面白いですよね。ディズニーさん、ご検討のほどよろしくお願いします。
はい、今回の動画が参考になったミューパレ楽しみという方はグッドボタンもよろしくお願いします。本動画の感想やミューパレに収録されてほしい楽曲や熱い思いがあればコメントにお気軽にお寄せください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まあ、タネイ、バイバイ。